どうもお久しぶりです、江藤彩の独り言。今日はすごく久しぶりに独り言を言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。独り言と言いながら、はい、質問させてもらいますけど、今回彩さん、リスペクトカバーというスタジオサンチークの企画で、はい、自分が影響を受けた曲、うんっていうのを本当に歌いたい歌ってのを、うん、アレンジから何からこう作り上げてカバーしていくっていうコーナーなんですけど、はい、今回あやさん選んだ楽曲っていうのは、はい、もうやっぱりリスペクトといえばもうプリプリしかないでしょうってことで、世代ですね。そうなんです。もう奥井かおりさんが私本当に大好きで、でもう私たちの世代ってもうみんなそうだと思うんですけど、はい、もうカラオケ行くと絶対にもうM はもう鉄板で歌う。もうみんなかぶりますよね。かぶるから絶対私一番に入れるって誰か入れてもごめんこれだけ歌わせてって言って絶対最初にもう 歌っちゃうんですか M。 結構ね最初にねしっとりとした曲とあんまり私順番考えない。あ、そうですね、はい、そう M、 そうですね。あとなんだろう、なんかねいつもカラオケ行くと、はい、涙なしでは歌えないっていうか、なんかやっぱりいろいろ青春時代とか思い出して、そうですよね。そう、あと思い出す人ってやっぱね1人2人3人いるじゃないですか。3人同じ曲で3人ありますからね。それはないけど、まあなんかね思い出しながら結構泣いちゃったり、うん、そうですよね。 M の時代だと、うん、あやさん高校入ったぐらいですかね。高校生の時かな、うん、ぐらいですよね。そうですね。あとプリプリのコンサートとか、そう、もうダイヤモンドホールとかめちゃめちゃ、あ、そうですか、一番前の席の時があって、ね、もうすごいね興奮した覚えがあるんだけど、本当にプリプリは大好きなんで奥井さん憧れてるんですよ。あ、なるほど。結構声の成分が奥井さんにちょっとね、うん、ご自身としては言ってくれたでもなんかね、奥井かおりに似てるとか言って高校の時に何か言われたりして、ちょっとこうなんだろうね、調子に乗って歌ってたんだけど、はい、私すごいモノマネして歌ってたから、はい、すごい似てると思ってたんだけど、でご自身で実際歌ってみたらなんかやっぱちょっと違うなんかちょっとしゃがれた感じのね、はい、なんかハスキーボイスが似てるって言われてたからちょっと勘違いしちゃってたみたいで、はい、これちょっと違いますよねやっぱね。まあでも成分としてはちょっと近いやっぱハスキーなところはあったりもするんですけど、それよりも前の独り言であやさん、モテ期があった時の写真で高校時代の写真見せていただいたじゃないですか、はいはい、あの時の前髪とか思いっきり影響を受けてる気がしますね。もう見た目はね前髪と、はい、そう、もう格好とかすごい影響を受けてて、なんかその見た目の方がなんか奥井さんっぽい感じがそっかそっか、うん、見た目からとりあえず入るね、えタイプなんで、あ、なるほどなるほど、そうそうそう、あ、そうなんですね。そう、あ、そういうふうで今回リスペクトカバー2曲目としては、うん、この M を、なんか M の時の思い出のエピソードみたいなものってあるんですか。 M の時のエピソード、うん、こう一緒にドライブ行ったとか、なんかね、突き落とされたとかいろいろあったじゃないですか。そうね、でも M の時って高校の時でしょ、うん、あ、でも高校の時は浮かぶ人はねいるけど、はあ、突き落とされた人はもっと後だから高校の時に真っ向してた人ちなみに車から突き落とされたその時の彼と聴いてた音楽はどうですか。それはね、それはちょっとそれもちょっとね涙流して語れないんだけど、はあはい、その突き落とされた彼はド S で、私 M なのM、 その M もあるんだけどド S でその M、 その M っていうのもあるんだけどでもその彼は歌がめちゃめちゃ下手で、あ、そうなんですね、もうキーとかと全然合わないんだけど、うん、はい、いつもねカローラ2に飲むてってか、なんだっけ、小沢健二だっけ、小沢健をね、はいはい、カラオケ行ってその彼は歌ってたんだけど、はい、めちゃくちゃ下手で、はい、で私がいつも庄屋をね、あ、はい、庄屋を寺田恵子さん、寺田恵子さんを、はい、バックトゥーザフューチャーを
熱唱してると、はい、その彼がいつもめちゃめちゃこう踊って盛り上げてくれて、イエーイとか言って、はい、やってたカラオケはいつも思い出すな。そうか、 M の時のなんかその彼っていうのはどんな感じだったんですか、うん、M の時の彼、うん、それ高校の時だから、どんな青春時代の恋をしていたのか。あ、でも M の時の彼じゃない、 M の時の彼じゃないけど、高校の時は私ずっと片思いしてたんですよ。あ、そうなんですね。本当に自分の気持ちを伝えられない人で結構多くて、なんて3年間ずっと片思いしてた。でもその当時なんかモテ期があったっていうことね、この間あの独り言で。そうなんですよ。ってことはあのいろんな方から思いを告げられたんだけれども、うんうん、一筋でその方を思ってるからお断りになった。違う、あれ間違えてたんで、ちょっと後で正解を知ってるのは中学とね、はい、高校がちょっと待って、全然高校生何してたんだろう。うん、分かった。高校の時ね、はいはい、いろいろ恋してたけど、はい、そう、誰とも付き合わなかったんで、やっぱり片思い してたんだな。はあ、なるほど。あの共学だったんですか。共学、共学、うん、なんかみんな友達って、はい、みんなでワイワイするのが好きだったから、なんかこう選べなかったっていうか。ああ、なるほどね。その人になんか言われても付き合ったら友達の関係が崩れるってあるじゃないですか。ああ、なるほど。じゃあ、 あの告白をされたりってことはあったわけですね。そうですね、結構ありましたね。なんか今思うと付き合っとけばよかったって、本当に、すぐ別れても、なんかとりあえず付き合っとけばよかったなって。あ、なるほど ねなかなか、ね、好きって告白してもらうことってもう今でなかなかないじゃん高校の時なんか友達とずっと遊んでたんで。あ、なるほど。でもまあそれも青春ですからね。そう、青春、本当にね、やっぱ M を聞くとその当時の景色が蘇るわけですよね。蘇、うんうん、りますね。そんな私の青春時代の思い出いっぱい詰まった大好きな曲、M はリスペクトカバーの、YouTube あるのでそちらでご覧ください。はい、では江藤彩の独り言、今度はいつになるか分かりませんが気まぐれに発信します。それではごきげんよう。